皆さんこんばんは。インターネットの方々こんばんは。おはようございます。こんにちは。聖書を読みたいというふうに思います。ヘブル人への手紙の10章を開いてください。23節ですね。はい、お読みします。スクリーンに出てますので、よくわからない方はスクリーンの方を見てください。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。今日はこの箇所を中心にお話をしたいというふうに思います。それで先週の火曜日から金曜日の予定でですね、カンボジアの方に行ってきたんですね。何しに行ってきたのかというと、カンボジアに孤児院があって、その孤児院に対する奉仕のためにこう行ってきました。その映像が出てできてますので、それをまず見ていただきたいと、こういうふうに思います。汝に父と子と聖霊との皆によってバプテスマを授かる。天の妻、あなたが。新聞の働きがスタートして、新聞を切る部ことのないことが
はい、どうもありがとうございます。私たちは導かれてですね、カンボジアで、個人の働きをしています、前田さんが、責任者となってやっておられるんですね。で、個人のための皆さんの、お祈りとそれから献金をありがとうございます。前回はですね、夏に行ったんですね。そしてちょっと気になっていることがあって、どういうことがあったのかといいますと、夏に初めて来た女の子がいたんですね。ちっちゃいんですけど、でも5年生なんですね。そして学校行ったことがなくて、そして入ってきたんですね。でその後学校行ったなと思うんですが、どうなってるかなと思ってですね、ちょっと聞いてみたんですね。そしたらお友達がたくさんいて、頭いいんですね。算数とかそういうのは面白いとかなんか言ってね、本当に楽しそうにやってるのでね、主をあがめました。そしていろんな形で子どもたちが、皆さんのお祈りと献金のおかげでですね、立て上げられてるっていうのはね、素晴らしいことだなと、こういうふうに思います。それとともにですね、教会の働きがそこで起こってるんですね。オンライン教会という形になっているんですが、それで、彼らが言っていて、何を言ってたのかというと、愛ですね、愛とかねいや、うちの見てるなと思ってですね映画の宣伝にそういうの出てくるんですよね。それとともにまた驚いたのはですね、器物のリンカーンはリンカーン、あの歌のアレンジが面白いんですよね。パッパカパッパカパってね、いやそれを歌えたんですよね。これは本当に見てるんだなと、こういうふうに思います。そしてですね、非常に嬉しいことは、賛美を非常に好きで、いろんな形でみんな賛美やってるんですが、そのレベルが非常に上がってきているっていうことをね、ちょっと感じました。いずれもしかしたら CD になっていくんじゃないかとね、こういうふうに思いますし、また具体的にそういうような思いを持った人たちもいるようですね。それと作詞作曲の働きとか、それからキーボードやなんかはね、まだ弾けなかったんですが、今はもう一般に弾ける人が出て、何人もトライしてるというような形でね、主の働きが進んでいるっていうことをね、ちょっと感じて本当に感謝しました。でこの後ですね、次の段階に入ってきてると思うんですね。一つの段階が過ぎて、さらにカンボジアで個人の働きを発展させる、および教会の働きを強めるということはね、重要なポイントになっているというふうに感じます。じゃあその中で一つ感じるのはですね、前田さんにおんぶに抱っこっていう形ですけど、アシスタントが必要じゃないかと、ね、こういうふうにちょっと感じ始めてますし、導かれ始めてるので、どうぞ皆さんの中でね、重荷のある方は、どうぞ祈っていただきたいと、こういうふうに思います。それで私はカンボジアに行くにあたってですね、海外選挙に行きますとですね、明確に主が生きておられるっていうような働きと技が起こってくるんですよね。で今回はね、非常に小さなことだったんですが、ちょっと感じたことがあったんですが、何を感じたのかっていうとですね、羽田からタイまでまず飛行機に乗って、タイからカンボジアに行ったんですね。この羽田からタイの飛行機は長い。それで私はですね、シートベルト着用のサインっていうのが苦手なんですね。それでね、ちょっとかなり乱暴な祈りをしたんですね。シートベルト着用のサインがすぐ消えて、最後の最後までつかないように祈ったんですね。そしたらですね、国際線でこんな早く消えたのはないぐらい早く消えたんですよね。でね、最後の最後までね、つかなかったんですよね。で私はおそらく2,000〜3,000回飛行機に乗ってこういると思いますけど、少なくとも2,000回は超えてますよね。こんなの初めて、びっくりしましたよね。そしてね、主をたたえました。それでね、帰りはこうはいかないんじゃないかなと思ったんだけど、ちょっとお祈りしたんですね。なんてお祈りしたのかっていうと、すぐシートベルト着用のサインが消えて、そして最後の最後までつかないように。そしたらですね、つかないんです。で日本の気候がね、ひどくて1時間前は揺れるとかなんか言ってて、揺れないようにって祈ってたら、
入れなくてですね、でスムーズにいけたっていうのはね、本当に大きな喜びでした。皆さんにはどうでもいいかもしれませんけどもですね、主が生きておられる一つのね恵みを見ることができたことを感謝したいと、こういうふうに思います。それとともにですね、実は非常に困ったことがあったんですね。それは何が困ったのかっていうと、去年の8月7月にパドモスに行った時に熱射病になっちゃったんですね。そしてパドモスの温度が上がらなかったんです。20何度ぐらいだったんですが、それでね体調を崩しちゃったんですね。それでパドモスが祈ったら温度が下がって全部守られたんですね。ところがパドモス行った時はね、東京夏で向こう夏で、それでおかしかったんですね。で今回は東京真冬なんですね。で向こう行ったら30数度、ね、そしてどういうわけか30数度でも真夏なんですけど、バーベキューをね3時頃やるんですよね。一番暑い時野外でやるんですよね。それで野外でバーベキューをやりますから、どういうことになるかっていうと暑いでしょ。しかもねそこで焼くわけですよ。すごい温度が 高くなるんですね。ですから一緒に行ったメンバーは気づいてないんですが、私はね非常に不安を感じたんですね。これ危ないぞってね、普通行ったら危ないぞと、ね、ただ、主が導いておられるので、主の守りはあるということと、まあ、祈りがあるのでね、で祈ったんですね。そしたらですね、ちょっと私も主をあがめたんですけど、なんだっけ、ピリペの4のところが示された、ね、私は私を強くしてくださることによって何でもできるって言葉が来たんですね。神の言葉は力ですよね。それでね一気に染まっちゃった。そしてねもう一つ言葉が与えられたんですね。なんだっけ、詩篇の121編の日が移すことはないっていう言葉ですね。そしてね、その言葉に私ねものすごいね感動しちゃった。何かっていうと、それが示されたんですけど、その中音見たらね、日が移すことはないっていうのは熱射病になることはないっていう意味なんだそうですね。で私がね何を恐れていたのかっていうと、熱射病になることなんでね、まさに神様は知っていて、その言葉を与えてくださったっていうことをね本当に狂気しました。そしてね完全に守られたんですね。で神様は生きて働いておられますよね。まあ、いいですかね、感謝してそれで前回のカリスマ政界から今回のカリスマ政界の間に3つ海外選挙に行ってるんですね。ニューヨーク、デンバーに行って、それで戻ってきて、ロサンゼルス、サンディエゴに行って戻ってきて、そしてですねカンボジアに行って戻ってきたんです。今はカンボジアのことを言ったんですが、ニューヨーク、デンバーと、あ、デンバー、ニューヨークとロス、サンディエゴのビデオがありますのでね、それをちょっと見ていただきたいと、こういうふうに思います。
We live to you, 主よ。与えてください。語るべき言葉、命の歌。誰よりも神様ね、私たちに最高の恵みと後に起こる真実を御国を思い出語り歩む。ニューヨークにこう行ったんですね。で、この時ちょっと感じたことがあったのは、何を感じたことがあったのかっていうと、まあ、ニューヨークでテロがあったんですけど、まず集会するとこがもうすぐそばだったんですね。それからデンバーではね、火事があって、まあ、最初は何だか分からなくて、テロでもあったんじゃないか、もう全部出されたのでね、緊迫した感覚があったんですね。それでちょっと思い出すのは、何を思い出すのかって、トルコでね、クーデーターに巻き込まれちゃった時のことだったんですね。非常に騒然とした感じがありまして、そしてですね、もしかしたら死ぬんじゃないかってね、爆音とか砲撃音とか、それからタンクが出てきてましたし、政府軍とそれから反乱軍とね、ちょっとぶつかりがあった中でね、これ危ないっていうような感じだったんですね。で、その時にですね、面白い現象が起こって、まあ、我々はチームで行っていましたから何人かいたんですが、ノンクリスチャンの人たちがみんな寄ってくるんですよね。で、日本人って寄ってくる性質があるんでしょうかね。もう全部一緒にさせてくださいって、ね、みんな来て、で、ある女の子が面白いことを言いました。何かっていうとね、いろんなことがあってね、死ななかった人のそばにいるとね、死なない確率が高いんだっていう言うんですよね。それでね、私ね、死なないんですだから私のそばに来ちゃってですねそしてね、ちょっと慰めたんですね。こういうこともあったけど死ななかったし、こういうこともあったけど死ななかったし、こういうこともあったけど死ななかったから大丈夫ですよって言ってたんですね。で、その時にですね、ちょっと感じたのは、ああ時代は変わってきたぞって主に示されたのはね。で、今回そのデンバーとニューヨークに行って何も起こったわけではないし、トルコのようにね、クーデターに巻き込まれたわけでもないんですけども、もう騒然とした雰囲気の中で、時代は変わってきたぞっていうことをね、ちょっと感じるんですね。で、日本にも大きな変化がね、起こってきてますよね。しかしこの時代にね、神様は素晴らしい技をなされるっていうことをね、感じます。特にアメリカで、ちょっと感じるのは、何を感じるのかっていうと、アメリカではね、私たち宗教法人なんです。日本では宗教法人じゃないんですね。土地建物がないから。
土地建物あるんですよ、個人とかなんかでね、海外にいっぱい持ってるんですけど、日本にはないんですよね。でその時にじゃ あのアメリカで宗教法人だとどういう特権があるのかっていうと、まあ、今10ぐらいの教会がありますけど、アメリカ中に教会を作れるんですね。活動できるわけですよね。ですから非常に大きな特権を持ってるってことをね、ちょっと感じます。それとともにですね、もう一つ感じることがあるのは、何を感じることがあるのかって言いますと、私たちが、リバイバルのことを示されたのはアメリカなんですね。もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはないっていう、この言葉が与えられたんですね。そしてですね、リバイバルが起こり始めたっていう言葉が与えられたのもアメリカなんですね。まあ、日本のリバイバルなのにどうしてそうなのかっていうことを考えるときに、何かアメリカとの大きな関係があって、特別な意味合いがね、アメリカにあるんではないかと、こういうふうに感じます。それでロス、デンバーチームへ、サンディエゴチームが行ったので、その映像もちょっと見ていただきたいと、こういうふうに思います。これはですね、ロスとサンディエゴに12月25日と26日に行った最善の会計がつながります。しかしですね、最善の会計があるといっても、こちら側が神を求めなければその解決を見ることはできないのですね。で、私たちはですね、いろんな問題に対して希望を持ちますが、希望を神に求めるかどうかっていうのは非常に大きな差となってくるのですね。私が進学生の時に出血してたんですね、胃から。で、吐血とかなんか何度も繰り返して、ちょっと危ない状況だったんですが、寮にいて授業を受けようとするときにおかしくなってたんですね。そしてね、自分で分かってましたね、これは入院でレベルだな、言ったらすぐ救急車で入院だなと思ったんですね。
それで、その時にですね、こもったんですね。ちょっと強引だったですけども、で、祈りで癒していただこう。こもったんですね。それで、祈りました。で、神様が一瞬にして癒すってことは、私はね、信じてましたし、そういうことが起こるんではないかと。こういうふうにね、期待していたんですね。しかしね、その時、主が働かれなかった。そしてね、胃から出血して、で、最初胃が痛かったんですが、次にね、感じなくなっちゃったんですね。感じなくなったらもっと悪くなってるんですね。そしたらね、胃に穴が開いた感覚がしたんですね。で、その瞬間ですね、内臓の感覚ですからね、これは勝手に思い込んだことなのかもしれないんですけど、その自分が感じた感覚としてはですね、血が一気にチャーッとね、内臓に出血した、広がったっていう、そういう感じがしたんですね。そしてですね、なんか心臓の上に1トンぐらいの重しが乗せられたような感じがして、一気に意識がなくなっていったんですね。で、その時思いましたね。あ、死ぬんだなと思ったんですね。あ、これ死ぬぞってね、思ったんですね。でも、その時ね、言ったんですよね。神様、助けてって。瞬間に元に戻りました。意識が戻って、普通の状況になったんですね。しかし、これは大変な状況だということで、進学生に見つけてもらってですね、でね、救急車で病院行ったんですね。だからもう即入院ということで、入院になったんですが、ひどい状況だったようで、どうしたのかっていうと、家族呼ばれちゃった。12月1日なんですね。12月1日って何の日かっていうと、私の奥さんの誕生日。もちろんその時は知らない。だから場合によっては12月1日が私の命日だったかもしれないですよね。具体的にね。そしたらですね、午前2時頃、家族がみんなやってきたんですね。そしてね、臨終の時に、ベッドの周りにこう人がね、並ぶように、私の周りにね、家族がみんな並んだ。で、私ね、聞いたんですよ。何しに来たって。そしたらね、ニヤニヤ笑ってたんですね。そしたら先生がやってきたんですね。そしたらね、うちの父親呼んだんじゃなくて、母親を呼んだんですね。そしてね、どこに行ったのかっていうと、ドアから出て、ドアの陰に行って言ったんですね。これは私に聞かれないために、出てドアの陰で言ったと思うんですが、よく聞こえるんですよね。で、なんで言ってたのかっていうと、今日が危ない。覚悟してくださいって。しかし、今日を超えるなら大丈夫ですと。今日が危ないって言ってるんですよね。よく聞こえるんですよね。私ね、聞こえるよって言ってやろうかと思ったんですね。でもまあ、先生もね、先生のプライドもあるだろうし、そんなことちょっと言えないなと。そうすると、ちょっと考えられるのは何かというと、あ、この先生いつもそうやってんのかなと。ということは、患者はみんな聞いてるぞと、ね。こう思ったんですね。しかしね、私、その時に不安は感じてなかったんですね。それはどうして不安は感じてないのかっていうと、主が私に言っていたからですね、私を伝道者にする、ね。そして私はそのところに希望を置いていました。だから私はね、伝道者にまだなってないから、死ぬわけないと思ったんですね。具体的にね。そしてですね、だから家族に何しに来たって言ってですね そして、部屋があったのですね。この時、主からの希望、これを持ってた。で、私の体の状況はですね、その後手術になって、まあ、50まで生きれるようにという手術で、だから普通の人のようには生きていけないっていうことだったんですね。まあ、それが医学の先生たちに言われたことだったんですね。
しかしね、神が希望ですから、神はそんなこと言ってなかったんだ、私に。なんて言ったのかって、あなたは後年ね、すごい忙しくなると。暇なのは今だけ。とおっしゃってた。そしてね、私、神の希望を握ってた。だから、体が悪くなって、そして普通でない生活になって、そして恥にするってことはありえない。なぜそうなのかって、主はそう言ってないですね。それで今になってみますとね、確かにその通り。どっちの通り？神の言われた通り。そしてですね、神は皆さんを愛しておられて、で、問題の解決とか、皆さんの人生における真の希望をね、持っておられる。そして、神の希望を握るならば、皆さんね、それは揺るがないのですね。で、今、問題とか困難の中でね、解決の道が見えないとか、あるいは、どうなるんだろうとか思う方もいらっしゃると思います。しかしですね、本当の希望は神にある。で、神はその解決を持っておられます。じゃあ、どこに解決があるのかっていうと、神にあるんですが、じゃあ神にあるっていうのは具体的にどういうことかっていうと、神の言葉に解決があるってこと。だから私たちがですね、神の言葉を握るならば、私たちはその中で神の希望の実現を見ることができ、最善の技を見ることができるっていうことをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。例えば、皆に頼るものは失望することはないっていう言葉があります。ね、そして困難になってですね、何の脱出の道も見えないときに、私たちがその言葉に頼るならば、神様に頼ってるから最善の祝福が来るってことを御言葉言ってるんですね。で、それは成就します。なぜ？神の御言葉だから。ですよね。ですから、どうぞ皆さんね、神の言葉に焦点を置き、神の言葉に希望を置き、神に希望を置くことは重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お人よしとのうちに豊かに働き、サインご横と宮沢を表してください。守護神の豊かな宮働きがなされていきますようにお願いいたします。御言葉を探すことによって、その問題に対する回答の御言葉があります。それをしっかりと握って信仰の歩みをする中で、主の働きを見る方がいらっしゃいます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご横と宮沢をあらしてください。なんか恐れが来ちゃって、そして退いている人がいるんですが、恐れではなくて神の御心に立つように、主は語っています。で、進む時に神の御業が表されます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご横と宮沢をあらしてください。お願いいたします。癒しの祈りをしたいと思いますので、まず、一人一人罪の悔い改めをなしてください。それでは、各々で癒しのためにお祈りください。天の様は、お人よしとのカード精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエスキリストの皆によって命ず、病の霊を今すぐお人よしとのカード精神ください。イエスキリストの皆によって命ず、病を今すぐお人よしとのカード精神ください。イエスキリストの皆によってお人よしとのカード精神命ず、癒されよ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 。イエスキリストの皆によって命ず、病の症状を今すぐお人よしとのカード精神ください。イエスキリストの皆によってお人よしとのカード精神癒しを宣言する。目がちょっと悪い方がいらっしゃいました。これが癒されました。感謝して受け取ってください。左の耳がちょっと聞こえにくくなっている方がいらっしゃいましたけども、これが癒されました。頭痛で軽い不眠の方がいらっしゃいましたけども、これが癒されました。イエスキリストの皆によってお人よしとのカード精神癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ。
ヤハレル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 ヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに常しえにありますように。アメン。癒しとか聖霊のバプテスマを祈ってもらいたい方は前の方で長老の方々が祈ってくださいますので、どうぞいらっしゃってください。それではここで集会を閉じます。どうもありがとうございました。